嫌な予感がするわ。ルカのやつ、いつも考えなしに行動するから。情熱的すぎるでしょ。でもあいつがこうして意気揚々と行動するのにはとっくに慣れてるわ。今はあんな感じだけど、本当に戦いの前線に出たら私は命をあいつに預けてもいいと思ってる。遅延という組織の中でも彼に命を助けられた人は何十人もいるから。下層部の住民は言うまでもないわね。とは言ってもあいつが今度は何を思いついたのかわからない。様子を見るしかないわね。どうだ、俺と一緒に鍛錬の旅に出る準備はできたか。もう準備できたのか。それじゃあ出発するぞ。ちゃんとついてこいよゼレ。言われなくても分かってるわよ。スバローグの縄張りに着いたわよ。これからどうするの？そう焦るなよ。俺についてくればいい。まずは機械工のキャシディを探しに行こう。前もって挨拶は済ませてある。こっちだ。来たな。待ちくたびれたぞ。そんなこと言うなって。俺は約束したことは必ず守る。そう不安がらないでくれ。そこの二人は、ゼーレさん。俺の取るに足らない用事で遅延の幹部を二人も動かしちまうなんて。ああ、こいつとゼーレはついでに手伝ってくれるんだ。気にすんな。で、何があったのか簡単に説明してくれないか。ついでって。じゃあざっと説明するけど笑うなよ。俺はアマチュアの機械工で、普段は廃品を集めたり自分でロボットを組み立てたりしてる。だが数日前、俺が傑作だと思ってる2体のロボットが姿を消しちまったんだ。いつも出かけるときあいつらをテントの中に置きっぱなしにしてるが、この集落の周りにいるのは全員顔見知りだし、こんなことは今まで一度もなかった。誰かが俺のロボットに目をつけて、俺が留守の間に連れ去ったんじゃないかと思ってる。どうやったかはわからない。まさかシステムを改ざんしたのか。いや、そんなのありえない。ああ、いや、深い意味はないんだ。ただ、集落に住んでる人にそこまでの技術はないと思ってな。なるほど、ロボットを2体失ったのか。手がかりはあるか？それか何か思い当たる節でも構わねえ。
助けてやるにしてもどこから手をつけたらいいのかくらいは分かんねえと。強いて言うなら少しだけ妙なことがある。盗まれた2体のロボットのうち片方はドローンで名前をフライって言うんだ。そいつには警報器が搭載してあってな、もし権限のない奴が近づくと警報が止まらないようになってる。その音量ときたら集落全体に響き渡るレベルだ。だがロボットが盗まれた時、フライの警報音は微塵も聞こえなかった。そのことが今でも腑に落ちねえ。それはない。俺がテントを離れる前、フライには何の問題もなかった。突然故障するなんてありえねえ。本来なら鳴るはずのドローンの警報が突然鳴らなくなった。気にかけておくべき点だな。他に何かあるか。少し考えさせてくれ。あ、そうだ、役に立つかわからないがもう一つ気になることがある。フライには追跡システムも搭載してあるんだ。ランから離れると、あ、もっと、ランはもう一体のロボットの名前なんだが、ともかく2体の距離が一定以上離れるとフライは自動的に捜索しランの近くまで飛ぶようになってる。ああ、これだけだ。自分で手がかりを探そうとしたが、どこから手をつければいいかわからなかった。やっぱりこういう専門的なことはプロに任せるに限るな。ふむふむ。よし、わかったぞ。安心しろ、俺らが絶対にロボットを見つけてやるからな。ちょっと、その自信はどこから湧いてくるのよ。俺を信じてくれゼーレ。心配すんなキャシディ、このことは遅延に任せろ。お前はここで休んで気分転換でもしててくれ。ちょっと、どういうことよ。まだ助けられるかわからないのにあんな安請け合いしてよかったわけ？慌てるなゼーレ。まずは俺の推理を聞いてくれ。誰にも気づかれないように2体のロボットを盗むのは至難の業だ。しかも片方は警報器がついてる。だから泥棒はフライを連れていかなかったと思うんだ。それって、泥棒はきっとフライの警報器の存在を知っていた。だから力ずくで破壊したに違いない。そしてキャシディがフライを修理し、その追跡機能でランを探すのを恐れ、壊れたドローンをどこかに捨てた。でランだけを持ち去ったんだ。おい、何をポカンとしてんだ。何か言ってくれよ。どうやら俺の推理を認めてくれたみたいだな。あんた得意なのは戦いだけじゃないのね。実はそうなんだ。二人が俺の推理に同意してくれるならこの線で操作してみよう。今この場に足りないのは壊されたドローンだけだ。口を動かすより足を動かすぞ。ルカ、あんたよく物探しを手伝ってるわけ？そうだな、ガキどもが物をなくした時はよく探してやってるぜ。ふん、だからなのね。ボロボロだな、こんな場所には住みたくねえ。ここに住んでる人だってそう思ってるわよ。でも彼らに選択肢はない。俺らならこの現状を変えられるよな。もちろんよ。見ろ、ドローンだ。だがどうやってキャシディのロボットだって判断すりゃいいんだ。ここを見て、誰かが故意に外装の文字を削り取った跡がある。しかも綺麗に削れなかったみたいね。
お、確かに目の付けどころがいいな。誰がやったかは知らないけど、きっと急いでたんだろう。どうにかしてこいつを修理しないと。お前、手伝ってくれるか。よし、飛んだわね。ピッ、フライ、再起動完了。運がいいわ。私たち本当にフライを見つけたようね。ランのシステム信号を検索中。聞いたか？これがキャシディの言ってた追跡システムだと思うぜ。周辺検索機能による特定に失敗。ランとの距離が離れすぎています。追跡機能の起動が必要です。本当に追跡機能があるのね。ちゃんと使えるか確かめてみましょう。あ、飛んでいったわ。ついていくわよ。見ろ、あいつコソコソして怪しいぜ。きっと俺らの探してる泥棒だ。面白くなってきた。よう、誰だ。赤色のバンタナ、遅延か。何しに来たんだ。俺なら元気にやってる。お前らに手伝ってもらうことはない。早くどっか行け。俺に構うな。毎日働かずに利益を得ることばかり考えて、暇さえあればコソ泥をする。そりゃあ元気でしょうね。おっと、その言葉には異論があるな。ゼーレ、こいつの近くにあるランを見ろ。これはコソ泥ってレベルじゃないだろ。待て、なんでこのロボットの名前を知ってるんだ。お前たち、まさか。そのまさかだ。俺らはキャシディに言われてお前を探してたんだ。盗んだものを渡せ。さもないとチャンピオンの拳を味わう羽目になるぜ。ふざけんな。ここまで来たら俺だってなりふり構っちゃいられねえ。このことが知れ渡ったらどうせここにはいられねえんだ。今日はやってやる。ラン、俺の後に続け。たとえ死んでも悔い改めないってわけね。なら話し合いは終わりよ、ルカ。俺も同じこと考えてたとこだ。来いよ、少し痛い目に遭ってもらうぜ。いていいな。降参しろ。お前じゃ俺らにかなわねえ。俺はもう引けないんだよ。根性があるじゃねえか。じゃあ俺の拳をもっと食らってみろ。さようなら。よそ見すんな。許してくれ。負けを認めるのか。さっきの威勢はどうした。ハンマータウン出身のヒーロー、無敵のボルダータウンのチャンピオンは、義と平和を再び守ったのであった。よし、この大泥棒は自分の非を認めた。ランも壊れてなさそうだな。チャンピオンの第一の鍛錬は無事に終了だ。お、なんだその反応は。もう少し嬉しそうにしろよな。
私も聞こうとしてたところよ。今のは何？お、さっきのか。なんでもない、ただの決め台詞だ。気にすんな。行くぞ、早くランをキャシディのとこに連れてこうぜ。そうね、優先度の高い用事から終わらせましょう。でも先に言わせてちょうだい、さっきの決め台詞、そう簡単に忘れられないと思うから。俺の負けだ。お願いだからもうやめてくれ。このロボットのシステムは再設定してやる。もうお前たちを襲うことはない。早く元の持ち主のところまで持って行け。もうここにはいられないな。これからどうすればいいんだ。ピッピッ、家に帰りたい、フライとお話ししたい、キャシディと遊びたい、帰る帰る。戻ってきたんだな、ラン。ピッピー、キャシディ、フライ、キャシディ、感謝してもしきれねえよ。ルカ、ゼーレ、それから外から来た兄ちゃん、これでやっといつもの生活が戻ってくる。どうだ、俺は嘘なんかついてなかっただろ。遅延の幹部は言ったことを必ず守れ。疑ったことなんか一度もねえよ、ルカ。この恩は忘れねえ。で、悪いんだが、今からフライとランのシステムをしっかり点検してやりたいんだ。わかった、早く点検してやれ。またな。いい気分だな、人の役に立つと清々しいぜ。お前らはどうだ。今回のことあんた一人でも解決できたわよね。それにあんたさっき第一の鍛錬が終わったって言ってたけど、思い切って聞くわね、あんたの鍛錬っていくつあるのよ。全部で3段階だ。安心してくれ、そんなに時間はかからないって保証すんぜ。知り合って間もないけど、俺はお前のその性格気に入ってるぜ。二人とも行くぞ。次はこの集落の列海にいる雑魚を一掃しよう。は？列海？でも確かこの集落は列海の影響を受けてないだろ。その通りだ。ここの列海は最近になって現れたばかりで、オレグ師匠も昨日報告を受けたんだ。俺は自分からこの件を任せてほしいと言った。どうだ、これで次の鍛錬の内容は決まりだろ。ふう、あんたたち師弟の度量の広さには感心するわ。列海に関することなら一秒も無駄にできない。モンスターはどこに現れたの？すぐ案内して。ああ、出発しよう、ついてこい。